会社って何です？秘密って何です？パイオニアスポーツって何です？人間よりも偉いんですか？人を殺してまでも秘密を守らなければいけないんですか？会社のためだ、小野田さんのためだ。私より会社や部長の方が大切なの。嫌なこった、お断りよ。君には分からないんだよ。俺を監禁する気か？そうだよ。君は刑事か？ここは警察か？何の権利があって僕を監禁するんだ？パイオニアスポーツが、あれ東海道線の踏み切りで援護しちゃったの。そこへ特急のツバメが走ってきて。仕事のためなら私がどんなに傷ついてもいいっていうの？そんなつもりじゃないよ。あんた昔はとても清潔だったわ。間違ってもママなんかと寝る人じゃなかったわ。私がヤマトの情報を仕入れてあなたがタイガーに売り込む。君はヤマトのスパイだったのか？ご想像に任せるわ。どうこのアイデア、元でいらずで両方からたんまり取れるわよ。企画一課は産業スパイの部屋だ。敵のスパイに出し抜かれるなんて恥だぞ。守るより攻めろ。盗まれたら盗み返せ。目には目、歯には歯をだ。君は誰だ？言わなきゃ警察に訴えるぞ。盗聴は立派な犯罪だ。違う、嘘つけ。